スタニスワフレベラ・ポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート、ヘトマン、ミコアイ・ポトツキのいとこ、下級軍人のアンジェポトツキの息子として生まれた。彼は、プロテスタントのカルバン・ハシントだったが、信仰心は浅く、イエズスカイや妻ゾフィア・カリノフスカの説得で、カトリックに改宗した。最初の妻ゾフィアと長く連れ添い5人の子供を儲け、1658年頃に、 モルダビア公国のかつての統治者、イエレーミア・モビーレの娘アナと再婚した。ポトツキは1621年よりポドレの財務官を、1628年よりカミエニエツ・ポドルスキ上代、1631年よりブラツワフ県知事、1636年よりポドレ県知事をそれぞれ務めた。さらに1652年に大官僚野戦へ、トマン、 1654年に大官僚大へトマンとなり、1655年より、キエフ県知事、1658年より、クラクフ県知事にも就任した。彼は、ハール一、ラドム、クラシニスタフ、ロプチチェ、メディカ、バール、グロジェツ、コロムヤ、モスティスカ、ドラヒムフ、レティヒフ、ドリナを大官として支配する大領主だった。ポットツキは、 モルダビア・マグナート戦争では1620年のチェツオラの戦い及び1621年のホチムの戦いなどに参加した。スウェーデンとの戦いでは1629年のグジュノの戦いを指揮し、グスタフ・アドルフに敗れ、ポーランドへの再侵攻を許したが、この時はヘドマンであるスタニスワフ・コニエツ・ポルスキによってワルシャワ侵攻は阻止されている。ロシア・ポーランド戦争でも、 ヘトマンとして戦い、1654年のホロドクの戦いで、ロシアツアーリ国とウクライナコサックの連合軍に敗北している。その直後の大洪水時代には、彼はスウェーデンの侵略者に降伏したが、その後でティショフチェ連盟を組織して、国王や二世カジミエシュと共に、スウェーデン軍の撃退に乗り出し、1659年までにスウェーデン軍を共和国領内から追い出すことに、 成功した。また1655年、ポトツキは、オクフマティフの戦いで、コサックとロシア軍を打ち破った。1660年、彼は、王官領野戦へ、トマンのイエージー、セバスティアン・リボミルスキと共に、バシーリー・シェルメーチェフ将軍の率いるロシア軍の進軍を止め、ツトヌーフの戦いで敵を撃退した。しかし1665年に、 ルボミルスキが国王に対して反乱を起こすと、この戦友を敵に回して国王側に着いた。息子のアンジェイ・ポトツキとフェリックス・カジメイシュ・ポトツキ、また、外村のミコアイ・ヒエロニムシニャーフスキもヘトマンであった。ありがとうございます。